2021年度心電図検定一期で出題された問題、毎日1も検討速の位置を推定。WPW、えー、w 症候群の授乳度心電図です。で、えー、まずですね、V 一を見て、A 型、B 型、C 型に分けます。で、A 型っていうのは、このように V 一の高い R、高い R で、RS が、ねえー、高い R が A 型です。で、B 型っていうのは、ちょっとですね、ちょっとあの R があるやつで、S が深いやつが、えー、B 型になります。 C 型っていうのは、えー、QS 波形ですね。QS。R がないやつを C 型と言います。では、検討則の説明します。えー、検討則、普通 A 型はですね、A 型はこちらから検討するまは左側、まあ、総帽弁ら辺にあるとします。で、左からギュッと来るからですね、ギュッときますから、えー、PQ 間隔の短縮が見られています。それからですね、左側からギュッとこっち側にですね、V1 は、えー、こちら辺。 ここら辺から見てますから、V1 は下から見てますから、ギュッとこっち側に向かってきますから、このように R が高くなります。B 型もですね、えー、B 型は基本右側にあります。右側の、まあ、ここら辺ですね、まあ、自由壁としましょう。で、右側に、えー、このようにギュッとくるから、グッとくるから、えー、P 級間隔は短くなります。で、またこっち側に V1 からですね、こっち側に向かってきますから、R が高くなります。 少し出ます。でそれからです、ね、左,側に左側に流れますので、えー、V 1から離れていく方向になりますので陰性の方に働いてでまた普通の電動炉も左側,に左側に流れようとしますのでそのまま陰性のような形になります。 C 型, C 型はです、ね、中核ですね、中核。えーえー、基本はです、ね、中核の右側になります。左側はです、ね、基本ないと言われています。なんでかというと大動脈とかがあるから右側にあると言われています。で、えー、またですね、動血節はビュッとくるんですけど、えー、防止結節は通りませんので、キュっと早く来ますので、PQ 間隔は短くなります。それからですね、えー、右側から左側の方に左側の方に流れていこうとしますから、えー、これも陰性のような形になります。じゃあ、えー、これからですね、えー、これからは ちょっと難易度が高い1級クラスの解説になります。えー、検討則 A 型の説明をきます。検討則の A 型は基本ですね、左側にあります。左側ですね。で、えー、まずですね、AVF を見ます。AVF で、えー、プラスだった場合、前壁ですね。前壁はまあこう立体的にまあ前壁上の方と見ていただいて、前壁だったら上からです、ね、下の方に行きますから、 えー、電気は下の方に流れますから AVF はプラスになります。で、こういう壁はですね、下から上、下から上に上がっていこうとするから AVF はマイナスの方になります。で、1誘導、一1導はこっちから見てますね。1誘導、えっ、ー、と、側壁はですね、1誘導から離れていきます。離れていきますからマイナスのような形になります。では次は、検討速の B 型です。検討速の B 型、検討速は基本右側にあります。右側に。 で、えー、これも A 型と一緒なんですけど、えー、前壁ですね。前壁は AVF、前壁から、えー、下の方に、下の方に働こうとしますから、AVF はプラスになります。で、えー、後壁は後壁も同じです。後壁上あ下から上に上がろうと、上に上がろうとするから、AVF はマイナスになります。でですね、検討速 B 型、検討速右側のやつはですね、ードを見ます。ード側壁はですね、こっちからありますから、ードはだいたいこの辺、この辺にありますから、 側壁は、えー、右側ですね左の方に働こうとしますから、入湯度がプラスだったら、それは側壁の要素もあるということです。ではですね、実際問題解いていきます。これは B 型の WW 症候群です。で、えー、まずですね、V 値を見ます。 V1 を全部見ますね。で、V1、ちょっと R が高い。R がちょっと高い。もうこの形はもう B 型です。B 型。で、次はですね、デルタ波。デルタ波はどこで取るかというと、デルタ波、えっ、ー、と、デルタ上があって、1ミリですね。1ミリ。1マス。1マスのところをまず線を引いていきます。で、AVF をまず見ますね。AVF。AVF はデルタ波。これプラスですね。プラスってことは、 えー、プラスってことは全壁,壁の要素もありますと。で、次はですね、B 型はニュード見ますス。ニュードはプラス。プラスのところがあり、プラスですから、えー、プラスってことは側壁の要素もあると。いうことです。なので、右全側壁ということになります。じゃあ次はこちらですね。B 型の W 職分で、まず AVF。AVF はプラスですね。プラスのところですね。次はニュード見ますね。ニュードもプラス。ニュードもプラスだからまあ側壁。 んですねまあ、全速疫かなと思いますけど。はい。じゃあ次はですね、えー、こっち行きますね。まず AVF を見ます。AVF はマイナス。マイナスですね。デルタ波、マイナスですね。で、ニュード,ニュードも、うん、乳度もマイナスかな。ニュードもマイナスですね。なのでですね、まあ、どっちかといえば公壁なのかなと思いますけど、僕の C 型です。 剣と側の C 型は、えー、中角ですね、えー、基本右側になります左側はほとんどない大動脈があるからですねこっち側ですね右側で、えー、これもですね AVF を見ます、えー、中角はですねこのようにありますねこのようにで上から前中角中中角高中角という風になっておりますで、えー、AVF ですから AVF はまあ星印になってますけど上から前直上から下上から下に向かってくるからプラスになります で中中角もですね、まあ、上の要素、うん、ちょっと上に高いからですね、上から下に来るからですね、これもプラスにす。で、高中角はですね、やっぱ下から上、下から上に働くからマイナスになります。このように三ドはここですね。AVF はここですね。で、次はですね、三輸度の R 波の高さを見ます。それですね、全中角なのか、中中角なのか、比べるときに三輸度を見ます。で、全、えー、中角三輸度はここら辺にありますね、ここら辺に。で、やっぱ上から下。 に来るかですね、前中角の場合は R が高くなるんですよね。で、中中角は、中中角も上から下に行くから R 波はあるんですけど、やっぱりこの差、この差があ,るありますから、全中角よりか中中角は R が低いっていうことになります。ケントの心外膜ですね。これも出る。 ととのことです、ね、で、す検討則の侵害膜というのは、ですね二誘導のデルタ波がマイナスのときは侵害膜を疑います。感度が、ですね、二誘導が、えー、マイナスのときはデルタ波がですね感度100%だったという報告がありますので、二誘導がマイナスのときは侵害、ね、膜をもう疑っちゃいましょうということです。問題解いていきます。えー、まずですね、V1 を見ますね。V1 のようにこのような R が高いやつは。 A 型ですね。A 型。左側ですね。で、次は、まあ、このように、まあ、もう線を引いちゃってるんですけど、えー、デルタ波があって、1ミリですね。1ミリ。えー、1マス。一マスのところ、線を引きます。で、AVF を見ますね。AVF でプラス。デルタ波はプラス。なので、前壁の要素があると。で、A 型はですね、一誘導を見ますね。一誘導はですね、これはですね、うん、ちょっとですね、まあ、ほんのちょっとプラスかなっていうところなんで、まあ、えー、前壁の要素が高いということになります。 なので、これは、デルタ波の A 型の前壁ということになります。A 型、ケントスクの左側ですね、えー。前壁はですね、上から下。上、前壁から下の方に AVF が、えー、下の方に向かっていきますから、前壁はプラス、デルタ波が。で、マイナス、後壁。後壁はですね、下から上に行くから、マイナス。で、一誘導は、こっちから見てますね。一誘導は、側壁はここら辺ですから、 えー、ここから向こうの方に行くから、側、えー、壁の要素があったら、一ードはマイナスというふうになっていきます。では、まず置いていきます。まず、V1 を見ますね。V1。このような、ちょっとの R があるやつは、B 型、右側ですね。で、えー、線を引きますね。デルタ波。これは一が一番見やすいんで、1ミリ。1マスですね。1マスのところ、線を引いて、AVF を見ます。で、AVF は下。下の方に働いているから、これはマイナスですね。マイナス。マイナス。 で、二、え、輸、ー、度ですね。二輸度はプラスの方に働いてるってことは、公壁のですね、公、えー、壁の側壁の要素があるってことですね。AVF はマイナス、二輸度はプラス、えー、AVF はマイナス、下の方に働いてますね。で、二輸度は上の方に働いてますね。なので、公、えー、壁の側壁ということになります。じゃあ次もですね、問題解いていきます。まずですね、V1 を見ます。v 一 V1 はこれは、 マイナスの、えー、R がありませんから、まあ、C 型と見ますね。C 型と見ます。で、また線を引いてですね、C 型もですね、まず AVF を見ますね。AVF はマイナス。で、次は三誘導を見ます。三誘導もマイナス。マイナスですね。ってことは、高、えー、中角ってことですね。高中角っていうことでね。C 型。検討速の C 型というのはですね、検討速の中速の 基本、中核の右側にあるとですね。AVF がマイナスの時は好中核ですね。三遊土もですね、まあ、基本見ますけど、もう好中核、好中核、AVF で好中核って決まってますんで、まあ一応三遊土見ても、まあ、三遊土もマイナスと。で、好中核もマイナスということになりますね。 はい、本日は以上です。心電図検定で出題された、ま、問題の解説を毎日1問配信していきます。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。一層励みになりますので、よろしくお願いします。でまた、ブログでも詳細な解説ありますので、ぜひ見てください。ブログは概要欄に貼っています。以上です。